茨城県道144号紅葉石岡線は、茨城県鉾田市紅葉から、石岡市に至る、一般県道である。おみたま市高崎茨城、空港北インターチェンジ近隣で、鉾田市紅葉の茨城県道18号、茨城鹿島線、紅葉北交差点より、分岐南下市、おみたま市小川市街地を経て、石岡市高浜の高浜中央三佐路に至る路線。おみたま市、 タギ地内で国道355号と交差、一部重複する。茨城空港より、茨城県道359号茨城空港線を経て、東関東自動車道及び、石岡方面を結ぶアクセス道路として、重要な路線に位置づけられる。1959年10月14日、新たな県道として、鹿島郡鉾田町大技公用を起点とし、 東茨城郡小川町を経由して、石岡市を終点とする区間を本路線とする、県道工業石岡線として、茨城県が県道路線認定した。1995年、整理番号144に変更され現在に至る。道路法の規定に基づき、保田市志公を見たま市中の米館は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、 災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。おみかました笠地区では、朝夕の交通量が多く、大型車も通行する一方で、高低差がある急カーブがあるため、安全な交通確保のため、四距離改良と歩道設置の道路改良事業が進められている。福音、曲線半径。 勾配その他道路の状況により最大積算4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。市街地を形成している区域内の道路で道路管理者が自動車の交通量が極めて少ないと認めて指定したものまたは一方、通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の福音のものにあっては、当該道路の路面の福音から1メートルを減じたものとする。以下同じ。 から0.5メートルを減じたものを超えないものでなければならない。神吉陰十字路を通る県道紅葉石岡線の旧道移管に伴い、茨城県道145号上、吉陰岩間線の起点も同日変更されている。国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車のこと、ありがとうございます。